こんにちは、トコチャンネルです。今日は、月に一回ね、町の大きな病院に行ってきたので、帰りに、セリアダイソー寄ってきましたので、そちらの購入品紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。まずダイソーさんから、じゃん、横向きですいません。まあ、ピカピカっていうね、A3 リオンの、フォトフレームっていうのかな、単なるフレームっていうのかな、クラシックフレームだ。ここに書いてあるから。クラシックフレーム。これね、シーンで買ったポスター。これをね、逆だ。これを入れようと思って買ってきました。前にもね、1個買ったんですけど、紹介したかどうか忘れちゃったんですけど、1個買ってよかったら追加して買おうと思って、こっちね、持ち帰ってる。入れてあります。全部入らんな。まあ、こんな感じでね。で、これね、いいところは、リピシャリーはね、これ白い紙ついてるんですよ。で、ぴったり A3 じゃなくても A3 から B4 まで入れれるよってことで、こっちはその白い紙捨てちゃったんですよ。全部きれいに入ってるから。で、こっちがね、多分パッと見額的には、あ、足りやな。そうそう、もう長さがね、足りないの分かる、これ。ちょっと足りないの。だからこの白い紙があるから大丈夫と思って買ってきました。どこに飾ろうかな。また飾るとこ決めてないのよね。はい、続きまして、多分タイトルにもあるように、キャンプ用品みたいなものを買ってきました。キャンプ用品って書いてある。本当はキャンプ用じゃないんですよ。キャンプ行くにしても車ないんでね。若い頃はね、犬飼ってたから、犬と行くって言ったら、キャンプかもう車中泊しかないんで、ね、まあ基本旅行じゃないんですけどね。こういうのと、キャンプ用品っぽいところで買ったのがね、こんだけ。よいしょ。これ。で、まあ、ランタン、まな板シート、折りたたみポリタンク。で、これはね、なんで買ったか、あ、これね、ちなみに防災用のとこに入れようと思ってるのが、これはキャンプ用じゃないんですよ。防災用のとこに入れようと思ってて、防災用に水タンクを畳める。本当にビニールっていう、ビニールじゃないけど、なんか容器、畳めるビニールって言っていいかな、の容器を買ってるんですけど、あれから直接出すのって大変じゃないですか。じゃないですか。多分大変だね。で、こうやって置けるものがあって、コックがついてると楽なんよ。うち犬飼っとるときに、ほんと、糸缶じゃない、灯油の、入れ物みたいな、でっかいのの、コック付きをね、絶対持ってた。犬用に。自分たちはペットボトルのね、2リットルの飲料水持ってっとんやけど、まあ、何本か、ケースかな、持ってって、で、犬用にはね、そこに汲んだ水をあげるように。まあ、実質水道水で、ね、自分たちも飲んでもいいんやけどね。まあ、足りやんかったらそれ飲めばいいし、まあ、一応ペットボトルも持ってとったんやけど、その時にこう、やっぱついとるとすごい便利なんよね、こういうコックっていうのは。出したり止め出すのに。なんで、まあ、万が一本当にそういう状況になった時、水をキープ。まあ、自分でね、ペットボトルはもちろん買っといて、ペットボトルに入っとる分にはいいけど、そういう足りやんくなった時にね、そういうのに入れて、排水、給水車とかでもらった時のことがあると、こうやっちゃうと思って。なんせね、東南海トラフ地震。まあ、来たら実際なんだし、私結構海から1キロちょっとぐらいしか離れて、1キロぐらいしか離れてないところに住んどるで、多分津波でっかいの来たら、ああ、うちって思うけど、高い建物もそんな高いのもないからね、中学校、小学校ぐらいしか。で、そこがもう、アウトやったらもう逃げ場ないのよ。もうあと、かなり走ってかんと小高い丘なんてないから。しかもこう、川と川の間の中すっぽいところに住んどるで。ね。だけど、まあ一応念のため。で、これは、単純に、あ、ちなみに これとこれがね、またダイソーさんの YouTube チャンネル、公式 YouTube チャンネル、登録証明で見とんやけど、これ見たときに、まな板さ、なんていうの、使っとると汚れてくるやん。そうするとこう、塩素系で漂白して、雑菌処理してって、するのがめんどくさいんよ。めんどくさがりがり。なんで基本これ使って切っとったら普通に洗ったらその汚れへんよねと思って。で、これ買った。なんかスライドカッターがそうついとるとかね、なんかすごい、ちなみに300円だけどね。匂い移りないと思うけど、色移り気になるのに実際そうですね。抗菌剤入りやし。キャンプ行く人いいと思うよ、これ。
で、これは、私がろうそくっていうか、キャンドル型のライト買って、ゆらゆら揺れてるの、めっちゃええと思ったら、これもね、紹介されてる時に、ゆらゆらゆらって揺れる明かりと真っ白いのがあって、で、これが最初見つけれやんくて、こっちをカゴに入れたん。こっちもそのゆらゆら炎と、ずつの白い炎ね、切り替えて、これ買おうと思ったら、探して、何かなこれと思って、で、これ入れてからじーっと探しとったら、あったと思って。確かに330で切ると思うんで。まあ、両方買おうと思って。まあ、ちなみに今ランタン2つあるんだけど、ね、電球のランタンね。あんやけど、また買い足したという。安いもんね、550円とか、330円。めっちゃ綺麗やってん、これ。ちなみに。で、そうそう、どんだけ綺麗やったって、お見せしたいわと思うんやけど、今ね、昼間撮っとるもんで、今、部屋のライト消して、ごめんね、ここのライトも消して、このライトも消しても言うほど暗くならんやけど、見たいでしょ、まあ、YouTube チャンネル見ればね、これ見れるんやけど、あ、ちなみにこっちは単4、3本、こっちは単3、3本ね。で、これはね、面白いのが、引っ張り出したらつくの。結構わかる？結構明るいの、白いのが。で、こっちが、見える？わかるかな？こう、ゆら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 って、ちょっと明るいなぁ。カーテン閉めてくれよかったな。見えるかな？これ、なんかできるか。ゆら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 って、その、これ結構ね、いい。で、なんでこんないっぱい買ったかっていうとね、ちなみについちょっと前にね、寝室の電気がパンって消えたん。あれ？ヒューズ落ちた？と思って、ヒューズやブレーカー落ちた？と思って、で、まあ、その時、まあ、スマホたまたま見とったもんで、スマホそのまま撮って、ライトに変えて、部屋出た瞬間に、え？キッチンついてるやん、豆球ね、ついてるやんと思って、え？寝室だけ落ちるってこと、まず使ってないけど、まあ、もう本当にその蛍光灯ぐらいしか使って、あと、まあ、スマホの充電ぐらいしか使ってないで、なわけないと思って、こっち落ちたんかなと思って、こっち今、リビングね。で、リビングペッと開けてエアコン見たら、ついてると思って、いやーなんで電気消えたんと思って、なんで頭に浮かんだのがね、もう心霊現象と、すぐそうやったもんで、全然関係ないけどね、それ何にも感じないし。だけど、それが怖かったもんで、一個ね、寝室に置いとこうと思って、消えた時に、パーって明るくしたら、ちょっとは怖くないやろ。で、こっちはね、こうやってひねると、わかるかな？徐々にね、明るくなってって、こういう、パーって明るい明かりになって、で、一回切って、で、次つけると、炎になるわけよ。わかるかな？やっぱ暗いとこから明るくね、ゆら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 。ただね、これ、今、画面上なんかゆらゆらっぽく見えんやけど、実物見るとね、めっちゃこう、赤いってこと、オレンジの光の線みたいなのが、こう、ピカピカ、ピカピカ、ピカピカ、こうしとるのが見えてね、こっちの方が、雰囲気いい。こっちはもう、もろ、仕掛けが見えて、あ、って感じ。この、画面上はあんま見えないかもしれんけど、本物はめっちゃ線って見えとるで、ちょっといまいちやった。500円のがいまいちどうよとか思いながらね。でもまあ、これも全部ね、今箱ちょっと戻したけど、また出して、もういつでもどこでも、もう明るくできるように。怖がりなんでね。それから、もうこの辺、キャンプ用品ってこの売り場で買ったこんだけね。で、ハンドグリップ。25キロ。ちょっとね、硬いなと思えるんよね。で、最初買ったん、15キロ。これも今ね、全然カッチャカッチャ軽いんよ。まあもちろん当たり前やけどね、15キロないで。20キロは握力あるはずないで。まあ20キロちょっとしかなかったのにビビったけどね。なんで、やっとったら、20キロも軽く感じたもんね。あ、実際握れるのこうやってかけて売っとるもんで。実際握れるもんで、20キロちょっと軽いなと思って25キロにしてみました。これ以上はね、100均では売ってなかったんで、まあ、これ以上強く30キロに買おうかなと思うときは、まあ、普通に通販で買おうかな。あるいは、スポーツショップ、わざわざ行くとこないもんな。なので、ひそかにね、握力筋トレ。それ以外もね、スリーピーさんで買った、鉄アレイとかやってます。あと、他のやつもね、ちょこちょこやってます。それから、前々からずっと探しとった、ちょっと、深呼吸ぐらい。ダイソーさんでね。あ、ちょっと暗いな。私は暗感じるな。ちょっと電気つけさせて。よいしょ。これやった。あと部屋の電気どこ行った？当たった。これ。これ。
電子レンジ調理器ご飯1合炊き。これなんとコープさんでもうちょっと2合炊きぐらいまでできるの買おうかどうか今悩んどるサイトだけど、結構ねこれ時間かかりそうなんよね。弱のレンジに弱っていうのがないと結構かかりそうなんよね。それでも普通に炊いても600ワットで5分と12分で17分で、その前にまあ水につけとく、あと蒸らしって考えると、まあスイッチ、レンジのスイッチ入れたらやっぱ30分ぐらいかかるんかな、食べるまで。でもまあいっぺんやってみようと、まあ、私はそれ以上かかるからね、その弱っていうのがないから、あの中古でいただいたやつやもんね、レンジが、ね、それ以外にはこちら、トレーシングダイカットシールドリフルワー。なんかこんなん買ったよなと思って前に。ただこんな細いのなかったで、多分こんな感じの花はあったと思うけどね。多分違うなと思って買ってきた。んで、多分違うと思う。それから、なんか顔のない人のシール。あ、面白そうと思って買った。こっちから行こうか。まず、メンズ。見る？メンズ。2枚ずつ買ってきたね。メンズ。まあ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 。あんまりね、絵の男の人、まあ、顔がないで全然 OK だけど、顔があるとあんまり男の人の絵は好きじゃないね。この人、レディース。ガールって言った方がいいんかな。名前あるんかな。ジャーナルデコシール、クール。ボーイズ。クールだってこれ。わかる？クール。あ、光る。よいしょ。こんな感じ。で、次がじゃあ、カジュアル。カジュアルでクールね。はいはいはい。ガールじゃない、ガールズじゃないんだ。こんな感じで。まあまあ、どっちも好きかなっていう感じ。で、次がね、ヒューヒュー、いつの時代や。カップル。勝手にカップルって言うけど、ペアや、ペア。カップルって、本当にバーサンやな。うん、ないけど、カップルってなってるけど、ここ見て、ここ。あ、ここはもう女同士。これもちょっと置いといて。これフレンズとかやね。ここ。ここわかる。ボーイズ同士。もうあ、ビエルとか思いながらみたいな。何を考えるの。でも、嫌いじゃない。なんだっけ。電子コミックってさ、ビエルたまに読む。ちょっと気持ち悪いのもあるけど、なんていうの？めっちゃ、可愛いなと思う時もある。何を言っとんや。不女子や、不女子。はい。ちゅうことで、ダイソーさん以上になります。ちょっと戻すわね。またいつものごとくね、ゴミ袋にする袋に、ちゃっちゃちゃっちゃ入れてわけわけしとったけど、多分間違えてない。今回も結構ね、いつも買い物袋でいっぱいでっかいのにバーンって入れてくるもんで、どっちで買ったと思うんやけど、今回は結構、ね、ダイソーってわかるようなものばっか。ダイソー、セリアってわかるようなものばっか買っとって、セリアはわからんかもしれない。ダイソーはもう明らかにわかるもん買って、これは使うで、どっかでしとこう。買っといてね、これも使うで。はい、ロケで。はい、続きまして、セリアさん行きたいと思います。もうね、分けて取るのはめんどくさくなってきた、最近。で、セリアさんはどちらか紙物系が圧倒的に。違うのはね、これぐらいかな。自転車のカゴカバー。すぐでボロくなってくるんで、もう定期的に買い替えてます。まあ、どけるけどね。で、次、シール。これね、チャーミングレディさんの2の方です。なかなか2がね、次の入荷がなかったんだけど、使っとるからそんな使ってないけど、ちっちゃいコラージュ用にいいよねと思って、3枚ずつ、見た時に買っとけよ、正確やでね。3枚ずつ買ってあります。めっちゃペカペカ光っとる。これどっから光っとる？これかな？あ、それっぽい。あ、どっちみち光っとるわ。いやあ、光っとるな。ごめん、光っとる。そのまましとくわ。結局めんどくさがるかっていうね。あ、紙物と言いながら、なんか手芸用品みたいなのもあるけど、一応ね、タイル作り使おうかなと思ってるんで。続きまして、こちら。デザインペーパー、アニマルトーストをキラキラ発光し12枚入り。いや、もうパンダちゃん可愛いのに、パンダちゃんこういうのいるんだけど、ここね。可愛いかな。ピカピカしたらこんなんでもね。可愛いかな。絵はね。出すのめんどくさいから、こうやって見せとくと。あ、出そっか。これは、出しても大丈夫やな。リピ買いのがあるんで、それは出すやんけど。よいしょ。多
多分リピ買いと思う。記憶にないから一色を見に。またなんか作ろうかな。かわいいね、パンダちゃん。パンダ好きかって言われると好き。全部トーストやね。見える見える見える。どうして、これは光らんよね。折り紙やで光らんよね。トースト。で、ジャム、ジャムをつけとんやろ。マーガリンではないの。何これ。これ何これ。このマーグはなんかよくわからんやけど。いろんな動物。はい。はい、こんな感じの。ま、多分新商品出してないかなと思うんやけど、もう今まで、まあ、なぜ時に2回しかいかんなんとも言えないんやけど、そんなんで新商品か古いかわからんやけど、まあ、見てないで多分そうかなみたいな。を、5つ。前はね、10個とか買ってたけど、まあまあ、5つで大丈夫でしょ。で、続きまして、じゃん。ロバのパンならず、ではなく、馬のパン。え、絶対ロバーと思ってしまうけども。絵がね、これね。パン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 。揚げパン、カレーパン。今すげえな。これは名前よ。これもね、今回初めて買って。新商品かな？なんせ月に2回しか行かないとまで言うとるけど。ちょっとね、どうかわからんけど。まあ、とりあえず初めて見たから買ってきた。初めてっていうものをね、手をつけたい。でもそんなに魅力的かって言われると、私はこっちの方が好きやで、とりあえず一袋にしてみた。もうね、前は2、3個絶対買っとったのね。もう絶対1個でいいやんと。ね、そんな買わんでも大丈夫やろ。で、足りやんと思ったら追加して買えばいいやんと思うよって。で、買えやんかったら別のものに買えばいいやんと。ちょっとずつね、大人になりつつある。と言ってもね、もうなんて100均買ったやつ、長い年月だとね、断捨離したと、まあ、アホほどまでいろんなものがねえからね。こんな感じ。馬のパン。うわぁ、これ絶対クリームパンやね。めっちゃ美味しそう。チョココロネも好きやわ。メロンパンも好き。あ、全部結局好きなんよ、何でもパンは。でもパンはね、1個で300以上カロリーがあるで、私パンって軽く3個食べれるんよ。3個食べたら900や。下手すら1000いくやん。もうほぼ1日の摂取量大半を取ってしまうやん。でしかも私パンってあんまり主食の感じがしなくて、もちろんちゃんと主食で食べるときもあるんやけどね。どっちかとおやつ感覚の方が強いもんで、あんまお腹満たされやんのよね。いや、3個も食べて満たされやんのが問題かもしれんけど。ぶどうパン、あ、クリームパンやったな。真ん中ピッて割るとこ何パンやろ。あ、書いてないわ。ピーナッツパン。あ、揚げパンね。はいはい。ぶどうパン、レーズンパン。ぶどうパンっていうレーズンパンじゃないの。あんパンもわかるね。ジャムパンも形的にわかるね。やっぱ、みんな統一なかった。あ、牛乳パンもわかる。カレーパンもわかるな。ピーナッツパンだけさ、こんなやったって。なんとなくこれで見るとコッペパンって言いたくなるよね。美味しそう。パン大好きなんやけど、一生懸命避けて通っとる今。絶対です。おにぎりやとね、どうやろうな。まあ、2個か3個で、それでも多いんかな。私は2個か3個で、食べるタイプなんやけど、まあそれで一応ね、同じ数で言ったらパン3個で足りやんくて、おにぎり3個やとお腹いっぱいになるで、まあね、今はおにぎりに逃げるようにしとんやけど、買うときはね。でもおにぎりもそんな買わんかな。まあ、からし明太子一番好き。からし明太子おにぎり。それからこちら、リピ買いです。あっけねません。なんかね、めっちゃしくじって、これ大量消費して、もうないよ。なので追加購入。何しくじっとんの。そしたらね、これ買おうと思った時に、こんな感じのないかなと思ったら、いっぱい売っとった。スケッチ。多分ね、これは新商品で、これも新商品じゃないんだけど、これも新商品じゃない。スケッチ。これ初屋で売ってもいいか。よいしょ。よいしょ。そうそう、なんかこういう模様系
意外に使えるよねって、こだから逆にコラージュするときにこういう方が楽。絵とかやとさ、残したいけど、消してしまうな、どうしような、どこまで見せて、どこまで隠そうかなとか、悩むやん。こんなの、ぶっちゃけいきなり背景と耳なしでやり出してもええし。で、私は思ったもんで、うわぁ、なんかすげえな、これ。まあ、こんなん、なるほどね。ちっちゃい絵やといまいち、見えてなかったっていうのがね、今折り紙を出してふーんと思って、この水彩のっぽいのはええ感じなんだけど、これあスケッチってね、これは色鉛筆で描いてます。これは油絵的な感じかな、盛り上がっとるで。これは何やろ、なんか本当にあの布地のキャンパスの感じの目が出た。まあ、こんな感じですね。おもろい。まあ、ピンク、そうね、パステルっぽいは好き。やっぱり。続きまして、こちら。ウォーターカラー。多分これも持ってないやつ。多分これは持ってない。この辺持ってない。リピって言いながら言うほど持ってなかったな。なんかいっぱい持っとるような気で買ってきたけど、よく考えたら持ってないのを選んで買ってきましたみたいな。あれ開いてないし。開いてないし。いたいた。では、こちら。出すのに、出しながら出したかった。見せながら出すのめんどくて、めんどくてやりにくい。あ、この辺も色的に好きか。パリパリ袋はさ、こっちの、この12枚のように、薄いので、トリッペ貼った方が、パリ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 音がするんで好きなんよね。こんな感じ。あ、これとこれが一緒のような感じかな。ね。色違いって感じで。こっちとこれが色違いかな。あ、そうやね。柄的にそうかな。こうか。何をしとったんで、こう重ねるようなね。こんな感じ。あ、ちょ、どこに重ねるの？こっち。こんな感じ。で、あとね、これも買ってみました。プラネット。あ、ごめん、発音がわからん。めっちゃでかい。これ買ったのがいいな。何回かこれもね、見かけとんねやけど、あんま宇宙興味ないよね、と思っとったんやけど、よくよくする、そう思ってね、はっきり言って、あんま見ずに、売っとんのは知っとったけど、あんまり漁師したことなかったけど、今回こういうの見とった時に、あ、これ水玉に見えへんと思って。水玉じゃないんやけど、水玉に見えへんと思って、じーって見とったら、あ、結構星柄とかもいいんじゃねと思って。これ。まあ、星もっとにやけどね、その硬い12枚ぐらいのやつは。こういうね、この薄いのが私ちょっと好きやもんで、いいかなと思ってね。これもね、いいかなと思って。もっと折り紙活用頑張ろう。まあ、つっても平袋切ってコラージュするだけだけどね。こんな感じ。あんまりね、平袋あんまでっかいの作るとコラージュ大変なので、ちょうどね、折り紙2個ぐらいで作るのがええサイズかなと私は思う。こんな感じ。いい感じ。こういうのとね、あとこういう可愛い絵と組み合わせれば、コラージュできるスペースもできるし、みたいなね。はい、次行こう。あ、これ。前に一回見て、いらんと思ったんやけど、何回か見かけとるうちに気になってきて、じーっと見たら、あ、なんだ、立てるメモと絵が違うと思って。あ、そう。この絵が入っとるんかなと思っとって、ずっと。で、よーく見たら違う絵やったんで買ってみた。お裾分けじゃなくて自分で使おうかな、みたいな。続きまして、あ、これをちょろっとリピで買いましたわね。金銀のフレークシール、リピ。で、またこのペットタイプのリピ。相変わらずチケットタイプの
なんだっけ、フレークシール見当たらず。もうなくなったんかな。もう最近全然出てない。最近って偉そうに何回も言ってない。あ、でもちょっと前に100均パトロール行ってるで、その時と今回は見てないで、もう売り切れたのか、もう販売終わったのか、どっちかかなーって。それから、いいでしょ。ね、わかる。あとね、うん、これ。シール台紙っていう剥離紙シートを買ってきました。あの、お裾分け、あるいはプレ企画はね、クッキングシートにペッて貼っとんやけど、販売用に OPP テープをつけたいなと思った時に、さすがにクッキングシートどうなんかなってちょっと自分なりに思ってて、これ貼ったらええんちゃうと思って買ってきた。それから、ビニールバッグ。これはね、幅9センチで、こっちが7センチ。微妙なサイズないんかなと思って、とりあえず、なんか5メートル。なんか微妙っぽいサイズを。9センチは持ってたんだけど、7センチは持ってなかったで買ってきて、うん、10センチも確かあったと思うよね。あとは普通に A7 とか A6 とかのね、サイズとかもあると思うんだけど、そういうのをね、揃えたいなと。続きまして、じゃん。クラフトリボン。これね、もう3種類しか売ってなかった。多分、だから、新商品ではないと思うんだよね。ゴミするぞ。けうん。でも、可愛かったで、全部見たら、これが何個かあって、1個ずつやったで、多分、このさ、レトロメルヘン、クマ猫ってあるで、こっちもレトロメルヘン、ウサギリスやったら、リスやで、ウサギがあると思うんやけど、多分、ウサギがなかったから、まあ、とりあえずあるだけでいいわ、と思って買ってきた。別に何か使いたいわけじゃないよ。体に可愛いと思って買っただけね。普通に手芸用品を出したといてんで、あと、プリーツレース。あのね、サテンのプリーツレースはモットニやけど、今出してないな。モットニやけど、これなんか柔らかい生地、何生地っていうやろね。ポリエステルって書いてあるな。柔らか、触った感じめっちゃ柔らかそうやったで、あ、なんか可愛く使いやんかなと思って、売っとった3色とりあえず買ってみた。ガシャガシャやりながら、ね、どこ行った、もう一個洗ったのになみたいな。からあとで、続きまして、もう手芸用品はいいかな、いいかな。続きまして、デコレーションテープ、このシルバー&パールが結構好きでちょこちょこ使ってるんで、ちょこちょこ買い足していこうと思い買い足しました。んで、あとはこれ先行こうかな。トレー、これもね、新商品じゃない、前に見かけとったんやけど、どうしようかなってやめたんやけど、やっぱ買おう思って、今日結構深さがあるからいいかなと思って買ってみた。なんかこっちも、あ、なんか汚れとる、なんかずっとやっぱ汚れとるな、これ。うん、買いました。なんかちょろっと入れるのにね、使いたいっていうのと、あとね、今ね、ろうそくを玄関に飾ろうと思って、ちょっと玄関を片付けるにいかないやな。ちょっと模様替えしたらこれをね、飾りたいと思っとんやけど、個人的にピンクがいい。でも水色の方が合うか。悩むな。ピンクにちょっと置き換えてみようか。そうだね。ピンクにしようか。ピンクにしたらどう？え、まあ、ピンクが好きやで、これにしよう。これにしようって言っても、裏外さない。裏めくらんとね、これ取らんとね、あとでまた。変えとこう。また水色に戻しとこう。ということで、これを2つね。本来もね、小物入れようと思って買っとんやけどね。ちょっとしたもの。はい、続きまして。あら、また残った。ね。あと、布に使える強力両面テープ。まあ、なんやかんや使って、ここ、最近で2、3本使ったんで、2本だけ書いたし、してきました。あと、こっちもね。もうまたなくなりそうなんで2個だけっていうか、これ最近見かけやんの、何だっけ、クラフト小町はよく言っとんやけど、これ本当に今日ね、あ、今日ってか言ったわけじゃないけど、今日ちなみに4月8日金曜日ね、昨日4月7日木曜日に病院に行ったで、木曜日行く日やで行く日とか木曜日担当の先生やもんでね、木曜日に行くんやけど、行った時にこれ2個しかなかった。
うわ、もう買い占めやと思って買ってきてるけど、いや、買い占めっていうのはあれやな。言い方が違うな。あれは転売屋に違う言葉やな、買い占めは。でも、買ってきた。何も買い占めか、全部買ってる。次、マスっていきます。これね、これも前から売っとって、一回見てスルー、3色あった時にスルーしたんかな。で、今日、たまたま、今日じゃない、昨日ね、たまたま見とった時に、あ、ピンクか、あ、可愛いかも、と思って、ピンクやで買ってきた、2個。マスね、結構いろいろ買った。次、よいしょ。はい、こちら、じゃん。このね、このシリーズをちょっと買おうと思って、金、銀、で、白に銀。で、白に金欲しかったんやけど、なかった。また行ったぞ。これ、前からしょっちゅう見かけとるんで、多分ね、また入ってくるときあると思うんで、入ってきたら買おうかなーって。それからまた、よくわからない、メルヘンシリーズの、メルヘンパーティーって私買った聞くなって。いやもうね、あの辺にガサーッと入れとるもんで、見てないもんで、持っとるかどうかわからんやけど、ただね、この3つの絵のこの真ん中の丸くなっとる絵を見覚えがないね。それで多分このシリーズ持ってないんちゃうかなと思ったんやけど、正直わからん。ルーペットなんてあれかな、インスタストなのかな、登録しとったら新商品がわかるよね。でも多分私は持ってないと思う。ここのクマちゃんのこういう絵、鳥ちゃんとクマちゃんの絵に見覚えがないで、多分新商品かもしれん。いや、もう単なるリピで入っとる、再入荷で入っとるだけかもしれんけど、ね。で、あとはシンプルなマステを、たまたま見かけて買えなと思ってね。たまたまね。あんま買わへんけどね、シャッキーでシンプルな。この水玉のこの4色。ピンク、あ、ピンク、順番でいくと緑やね。端から行くと緑、ピンク、あ、落ちてきた。グレー、ブルー。めっちゃ落ちてるとるし、なだれとるし。ああ、めっちゃなだれとるし。これもなだれてきてるし。で、もう一個、くすみ系のね、グレッシュカラーのくすみ、くすみやね。これも4色あったら買おうと思ったけど、2色しかなかった。ピンクと緑。ブルーと、これはイエローでいいかな。はなかったで。まあ、見かけたら買うし、見かけやんだら買わんでもいいかなって。で、1本8メートル入っとるんで、まあ、1本でいいでしょう。それから次は、ジークリア。使っとるはずないけど、見当たらんのよね。出したはずやのに見当たらんというね。っていうのに気づいて、あ、あれジークリア持っとったのにどこやったっけと思って、行方不明で買ってきた。それから、私は初めて見たんやけど、これ皆さん、あ、追ってきた。知ってます？スティックのりで、シワになりにくく綺麗に仕上がるっていうのと、強粘着しっかり貼れるっていう、このシリーズ、なんかね、ハピラ、株式会社ハピラっていう、メイドインチャイナのとこなんやけど、どうなんかなと思って、まあ、私は、何だっけ、ドンキの30円のりが好きなんやけど、まあ、こういうシワになりにくいとかね、強粘着欲しいやん。例えば、ワックスペーパーの接着これやし、この強粘着系で、今まで使っとった、なんか、プラチナ万年筆の、ね、ところのとどうなんかな、と思ってね。あ、ちなみにね、ダイソーさんで売っとるこの2本入りのね、接着力2倍の。これね、2本入りも売っとったけど、大容量って言って1本サイズも売っとった。いや、要は、セリアさんの1本、赤いやつね。のと。で、それと比べて多分これね、でっかいような、あ、でもグラム一色25やったかな。うん、まあでも使ってみたいと思ってね。で、スティックのり、何本出してる？シワなしピットと強力と、ドンキで、それにこれちょっと2本足して、全部使い心地を試してみようと思います。まあ、どっかの作業動画で、いつかは撮ると思う。今ね、作っとるものが作業動画撮ってないんで。どうやって撮るのさえもめんどくさくなってきた。だから撮らなあかんと思うと、こう、ね、状況的に揃わんとね、人が来ないとか、来ない時間帯とか、
自分がやることない時間だとか、ノンストップでね、取れるとかじゃないとさ、難しいやん。そうするとめんどくさいなっていうのになって、その、なんつうの、結構動画撮りながら撮ると、モチベーション的にちょっと下がり気味になる時があるの。やっぱりこう、自分の好きな時に好きなように好きなように好きなタイミングで作るっていうのがやっぱいいやん。なもんでね、ちょっと今撮ってないです。ちょっとお休み期間と思ってください。もうちょっと動画ね、撮ってあるし、まだシーン紹介して、あ、これはね、ちなみに、どっかと被ってもいいからアップします。しますって言っとる時にはもうアップされとるんだけど、購入品ってね、結構、見て、あ、欲しいのがあったから見に行ってきますって言ってくださる方もいるもんで、あ、結構リアタイにあげやんと、欲しいって言われた時、店にない可能性もあるよね、と思って。ちょっとこれはね、通常のアップし、動画があるときにアップしとるものと別で、こう、入れてこう。まだそう言いながらダイソー 3P 上げてないんだけどね。さっきちょろっと見せたね。鉄アレとか。多分これよりは、先にあげるかなということでね、ダイソーとセリアさんも、ベロベロな喋ってしまいましたけど、購入品紹介終わりたいと思います。ご視聴していただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。